はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。あー、唐揚げあげようと思ったら小麦粉切らしてたなんて経験したことある人もいますよね。そんな時、今から買いに行くのも面倒だし、どうしよう、なんか代わりに使える粉ないかな。安心してください。今日は粉という粉を使って唐揚げを揚げて違いを検証します。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでオープニングでも言いましたが、唐揚げを揚げようと思ったら小麦粉を切らしてた、そんな経験したことある人もいますよね。今から買いに行くのもめんどくさいし、何か別な粉で代用できないか、かといってどの粉を使っていいかわからない。今日はそんな日頃の疑問を解決するべく、店にあった粉という粉をかき集めてきました。集めればいろいろな粉があるもんですね。今回用意したのは強力粉、中力粉、薄力粉、片栗粉、タピオカ粉、どんぐり粉、白玉粉、コーンスターチ、さつまいも、米粉、販売粉です。まだ世の中にはいろいろな粉がありますが、比較的身近で手に入る粉ではないでしょうか。日頃自分が唐揚げをするときは薄力粉もしくは片栗粉が多いです。海外とかだとコーンスターチを使ったりする場合もよくありますね。他の粉に関してはあまり普段唐揚げに使うことは聞きませんが、実は使ったら美味しい可能性もありますよね。それともやっぱり美味しくないから使わないんですかね。実際に今日は鶏肉を全て同じ味付けして、それぞれの衣をつけて同じ時間同じ温度で油で揚げて食べてみて、どんな違いがあるか確かめてみます。唐揚げと竜田揚げは違うとか細かい違いはあるかもしれませんが、今回は鶏肉に衣をつけて揚げたものを唐揚げと定義します。それぞれの粉を見てみましょう。薄力粉、読んで字のごとく弾力や粘りが弱いのが特徴です。薄力粉と強力粉ではタンパク質の量が違い、薄力粉は少ないです。原材料は小麦です。一般的に唐揚げに使うことが多い粉です。中力粉、薄力粉と強力粉の間の粉です。パッケージにもある通りうどんなどに使われることが多いです。強力粉、小麦粉の中では一番弾力や粘りが強く、パンに使われたりします。コーンスターチ、トウモロコシで作られた粉です。片栗粉と同じような用途でとろみをつけたりする場合に使われることもあります。先ほどまでの小麦粉に比べるとキシキシするような気がします。ちなみに世界的に見るとでんぷんの8割はコーンスターチです。片栗粉、じゃがいものでんぷんから作られていて、コーンスターチ同様とろみをつけたりするのに使います。片栗粉の方がコーンスターチに比べて温度が下がると粘度が下がります。タピオカ粉、以前動画でも作りましたがキャッサバ芋から作るでんぷんです。もちっとした食感が特徴です。さつまいも粉、こちらもでんぷんでコーンスターチや片栗粉のような使い方をします。さつまいも粉と聞くと馴染みがないかもしれませんが、わらびもち粉がこのさつまいも粉です。コーンわらび粉はまた別です。米粉、その名の通り米でできた粉です。天ぷらやチヂミだったり小麦粉の代用として使用することがあります。今までの粉に比べるとザラッとした感じがあります。白玉粉、今回用意した粉だと一番粒が大きいです。白玉や大福なんかに使うことが多いですね。完売粉、もち米を蒸して粉にしたもので和菓子などに使われることが多いです。軽いというかふわっとした感じですね。どんぐり粉、日本だとあまり馴染みがないかもしれませんが、韓国だとととりと呼ばれて、ムや冷麺などに使われることがあります。ということで長々と説明が終わって、以上が今日用意した粉です。改めて見比べてみるとそれぞれ個性がありますね。それでは唐揚げを作りましょう。ボウルに鶏ももを入れて、醤油、ニンニク、生姜、酒、ごま油、塩、胡椒を加えてよく混ぜ合わせます。冷蔵庫で味をなじませ衣をつけていきます。衣のつき具合も結構違いますね。同じ時間温度で何個かをまとめて揚げていく作戦です。同じ温度揚げ時間でもそれぞれ違いが出ますね。全て揚がるとこんな感じです。思ったより見た目の違いがはっきりと出ています。食感や味はどうですかね。それではそれぞれ食べ比べてみましょう。いただきます。今日はオランダのヘルトックヤンフ
グランドプレステージを飲んでみます。入れ物が陶器で見た目から高級感が漂います。蓋の部分もシャンパンのようなコルクで栓がしてあります。色は黒ビールほど黒くはないけど濃いめの茶色でどことなく赤みもあります。口に含むとベリー系のようなフルーティーで芳醇な甘みを感じますが、その後でガツンとアルコールも感じます。うん、これは贅沢です。特別な日とかに開ける一本としてはありですね。それでは唐揚げ食べてみましょう。まずは薄力粉です。一番初めに揚げましたが、まだカリッとした衣の感じがしっかりとあります。ザ唐揚げって感じですね。これを基準に他も食べてみます。次は中力粉です。薄力粉に比べると少しカリッと感が弱まりますかね。次は強力粉です。さらにもちっとした感じがあります。でもこれが唐揚げとして出てきたら唐揚げですね。次は片栗粉です。うん、カリッと系ですね。今回の片栗粉はいつもの自分の好きな感じとは揚がり方が少し違いますね。普段はよく薄力粉と片栗粉を混ぜることもあります。次はタピオカ粉です。原点箇所は見当たらないですね。次はさつまいも粉です。タピオカ粉と似ていますね。次は米粉です。ちょっとザラッとしたような舌触りがあります。衣の食感が少し違いますね。次はコーンスターチです。もちっと感とカリッと感のバランスがいいですね。次は白玉粉です。塊の部分が少し粉っぽさを感じますが、食感としては面白いかもしれません。小麦粉とか片栗粉を少量の水で混ぜてダマにして衣を作ったりしても同じようなザクザク食感は作れそうですね。次は寒梅粉です。米粉に近いですかね。ちょっと下に衣がザラッと残る感じがあります。最後はどんぐり粉です。一番見た目的に色が濃いですね。ちょっと焦げっぽかったりどんぐり臭いかと思いましたが、そんなことはありません。もっと唐揚げに合わない粉が出てくるかと思いましたが、どれも唐揚げとしては成立しています。ただやっぱり薄力粉、片栗粉、コーンスターチは日頃から使ってる人が多いように安定していますね。もしかしたら今回揚げたてを食べたからどれも美味しく感じた可能性はあります。時間が経った場合カリッと感の持ちが違ったり、食材によっての向き不向きなどあるかもしれません。どうしても衣がないって緊急の場合はどの粉を使っても唐揚げは作ることができそうです。また機会があれば別な粉とかでも唐揚げを作って比較してみます。もし皆さんの好きな衣や美味しい衣の配合とか、今後やってほしい衣とかあればぜひコメント待ちしてます。じゃあせっかく残っちゃったんで余ってる粉全部で、これは一応全部揚げ、全部の衣を入れたやつ。衣ってミックスする方がなんかいうまいのかもな。お互いを補うというか。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。衣の違いいかがでしたか。唐揚げって身近な料理だけどまだまだ奥が深いですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。